皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。忍者ら動画です。さて皆様ね、前回の動画見ていただけましたか？忍者らのね、コレクションーカードのボリューム1だっけで、の開封動画をやらせていただきました。こちらですね、ドーンとね、まだ見てない方はね、何が当たったのかね、で何が出なかったのかってところがあるので、先にそちらを見ていただければと思います。はい、見ましたか？ということでね、じゃあ今回の動画はね、その前回の動画で当たった SSR のカードがあると思うんですけど、そのカードのね、ゲーム内で読み込ませて、その限定アイテムをゲットしたいと思います。いいですか、皆様。いや、本当にね、この限定アイテム使ってる人あんま見たことないからね。いや、マジ使うの楽しみなんだよね。なので、今から読み込ませましょうか。さあ、読み込ませ方なんですけど、一番右、ね、ここを押して、この後の、忍者らコレクションカード、これですね。を押してからの、コード入力やもしくはね、この読み取りでできるんですよね。ジョイコンのね、右の方にあるカメラ、を使うと、なんか読み込めます、カードをカメラでね。なので、これは、今回はこのカメラで読み込みましょうか。OK、成功。で、読み込むとね、ブレイクチャレンジ、ガムブレイクチャレンジっていうミニゲームが始まるんだよね。タイミングよくガムを割れ。このゲームってボリューム1と変わんないのかな？む。タイミングよく R ボタンを押せ。ブレイク！いけ！でや、ナイスブレイク！ナイスー。こんな感じでブレイクすると、良いことがあるよ、みたいな。そんな感じでーす。まあ、これやるとね、500ティアってね、ティアポイント結構もらえるので、割かしおすすめです。カード1枚につきね、500ティアもらえるのでね、1パック500、500、2枚入りなので1000ティア。そこからね、20パック僕購入したのでね、2万ティア増えるんですよね、全部入力すると。ただ全部ミニゲームやんなきゃいけないので大変なんですよね、これが。大変だぜ。じゃあとりあえず見てみましょうか。S アーマー！ S フェイスアーマーということで新しいやつゲットしました。それちょっと着替えてみましょうか。さ、今ゲットしたアイテムは、どこかな、どこ、あ、一番下にあった。これだ！で、S アーマー甲冑みたいだ。ヒーロー感あふれるメカスーツ。締め付け感がなくスムーズに動ける。悪を見逃さないぞ。見てください。こんな感じのデザインです。忍って書いてる。ね。いや、なんかロボットのヒーロースーツって感じでかっこいいよね。で、もう一個頭かな。フェイスの方だよね、フェイスの方。フェイスの方もどこら辺にあるかな？ねえ、ガンダムではなく、どこだ？あ、待って、違うわ、これ。頭アクセじゃなくて顔アクセだ、これ。おー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 。これか。ねえ、S フェイスアーマー、疲労感あふれるメカスーツのマスクだ。顔の周りを守ってくれる上に、正体も隠してくれる。やべえ。私が誰かわからないであろう。っていうね。そんな感じ。頭でもなんか見て、ほら、いろんなもんかぶれる。帽子かぶったりとか。ねえ。ねえ、猿にもできる頭を。だから意外となんか、つけれたりする。あ、俺のこの帽子もかぶれんじゃん。アンバサダーキャップも。アンバサダーキャップ。ちょ、こうやってかぐや姫のこれが可愛いから、これにしとこうか。ね。なんか今から必殺技打つ直前みたいな。S フェイスシリーズ。うわ、これかっこいい。見て、耳もなんか、忍者ヨーヨーだ、これ。え、この耳のやつってさ、前回のさ、忍者らのカードのコレクションで出てた、これな、ガム変更。あ、ほらほら、この、これと似てると思ったけど、ごめん、似てなかったわ。ね。なんか似てるなーと思ったけど、ちょっと違ったね。でも、色味はなんかこれに似てる。ヨーヨーガム S ロボと。ね。さあ、当たったのはこれだけではございませんのでね、他のやつも入力しちゃいましょうか。あとね、4つゲットしました。全6種類のうち5種類しか当たんなくてね、残りのね、4つ、今からね、読み込みましょうか。さあ、これが最後の1個かな。ガムブレイクチャレンジやりましょうか。で、35枚あと残ってます。これまた、後ほどやっておきます。これ。すげえ時間が1時間ぐらいかかり、そこで読み込みだけで。ね。へい。さあ、俺の見てください。最強アーマー。かっこいいね。イェイ！ロボ感が溢れていいね、これ。ヒーローロボだわ。いや、今回のね、新しいガムスキンも結構良さげなんだよね、ほんと。だ、それだけにね、ちょっと1個当たんなかったやつがあって、まあ、それは巻物刀なんですけど、マジで悔やまれる。お、新しいティアゲット。
ティアが進むんで良い感じ。ティア進んでいいよね、ほんと。これやってると。よし、じゃあまず受け取りましょうか。はい、全部受け取るわ。プラスボタン押せばね、まとめて一括受け取ります。はい。デデドン。さあ、スクラップ、ガム、S アーマー、ヨーヨーガム、S アーマー、カリバーガム、S アーマー、スケート、スケート、ガム、S アーマーをゲットしました。イェーイ。これが、スーパーウルトラデラックス限定のガムです。さあ、見てみましょうか。まずは1個目から。じゃあ、まずはヨーヨーから見ようか。ヨーヨーです。忍者ヨーヨー。ダダドン。ドーン。ヨーヨーガム S アーマー。これね、めっちゃ見づらいんですけど、これ白雪って書いてんですよ。白雪って。ねえ、ほら。白雪姫をモチーフにしたガム。シャクッとした食感でリンゴの味。毒は入っていないっていうね。なんかね、知らなかったんですけど、このね、S アーマーシリーズのこのボリューム1プラスは、ドアモチーフの SSR 武器が入ってるらしいんですよね。こっちはほんとメカメカしい感じなんですけど、ね、S ロボシリーズ、S アーマーシリーズ。で、S アーマーシリーズはね、白雪姫ヨーヨーみたいな感じになってるのかな。で、それに対応するように、忍者カリバー。こっちはね、見てください。豚さんなんですよ。これわかりますか皆さん、何か。ね。そうですよ。3匹の子豚かな多分これは。3匹の子豚をモチーフにしたガム。豚の味はせず、なぜかフルーティーなお味、おいしいっていうね。豚ガムでした。で、豚の模様が書いてるやつ。わかるみんな。藁の家と、レンガの家と、もうわかんない、あと1個。石造りわかんねえ。ちょ、3匹の子豚はなんか、狼がふーって家ぶっ壊すんだったっけ、確かそんなお話でしたよね。これかわいいね、3匹子豚カリバー。これ持ってる人俺あんま見たことないから、これ自慢できるぞ俺。さああと2種類ですね。次こっち見てみましょうか。スクラップサーベルのやつですね。ドドドンと S ロボがこのネオンのやつ、かっこいいやつなんですけど、こっち S アーマーシリーズ。これ何モチーフだろうみんなわかる？え、ペロペロキャンディーとチョコレートっぽいところに、全然わかんねえ。見てみましょう。ドン。ヘンゼルとグレーテルをモチーフにしたガム。見た目通りいろんなお菓子の味がする甘い。ヘンゼルとグレーテルってどういうお話なんですかね。いや、ちょっと僕、絵本知らないので、ちょっとこれ皆さん、概要コメント欄にお願いしまーす。やべ、恥ずかしい。ヘンゼルとグレーテルを知らない男。名前は知ってるんですけどね。はい、次見てみましょうか。さて、スケートハンマーのガム。これですね。ロボット。かっこいいね、ロボットようなガムっていうね。やつで、このガムも持ってるんですけどね。この風船ガムシリーズ。あともう一個ね、UFO のカップのやつもね、買ったんですけどね、まだね、開けてないので、それもまた後日動画にしましょうか。さあ、そしてこれですね、今回のやつ。これ何みんな？ウサギとカメ、あ、ウサギとカメだ、ウサギとカメ、これ。ウサギとカメハンマーだわ。ウサギとカメをモチーフにしたガムだ。ね、噛むと競争したくなる、足でも疲れにくくなるような味だよーって。うわーおー、これ俺持ってる人見たことねー。やばい、これ自慢できちゃうかな俺。ヘンゼルとグレーテル大だろでーす。まあ色味的にはなんかそんなに合わないんですけど、ちょっとね良さげなので、ちょっとね、なんか武器持って挑みましょうか。背中がでもね、まずちょっとあれなんですよ、なんか似合わないなと思ってて、なんかかっこいいやつないかな俺の持ってるやつで。で、このホットロットボトルかっこいいよな、これ。ねえ。このバイクのエンジン感あふれる。シャチホコでもいいんだけど、ちょっとね、エンジンあふれる、ね、感じで、いきましょうか。よし。じゃあね、ちょっとこの編成で、ハンマー持って今からね、自慢していきたいと思いまーす。自慢が好きだな、俺は。さあ、やろうか、チームバトルー。ね、服装を自慢しながらやっていきましょうか。よろしく。ね。見て、俺の服。なんかゴッテゴテしてるね、俺の服。行きましょう。さあ、味方が、オットハンマー2枚で、3対3なんですよね、今回。ね。3対3のマッチングやっていきましょうか。とりあえず、どうする？とりあえず、ここに、ペッて置いとく？ネット。前にいるわけだけど。おっと？助けて、誰か！助けてくれ！はぁ、合力ハンマー！よぉー！ブレイクナイス？よし、とりあえず武器が壊したからドローンだけ壊しておきましょう。よし。さあ次こっち。全部ドローン取りましょう。一致。大丈夫？ナイスー。さあ回収行こう。さあとりあえずハンマーの役割としてはね、ひたすらに壊していくだけですので。見て俺のハンマー。美しいね、これ。へい。さあいきなり大武器クラフト。ドン。ウサギとカメ。
うさぎと亀の物語、皆さんご存知ですか？僕はあんま知りません。さあなんだっけ、うさぎはなんかゴール直前で昼寝してたんだっけで、亀はゆったりゆったり堅実に進んでたら、昼寝してたうさぎを追い越してなんかええ感じでしたよっていうやつだったっけな、確か。これダブルで進みましょう。天地無用、ナイス。今なんかちょっと邪魔しちゃったね、ちょっとだけ。よし、じゃあちょっと外周行こうかな、ここ。ほら、さあちょっと、あらら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 、これ今ウサギモード入った。俺今ウサギ、ウサギ抱いたら、おお、助けてくれ人類。ダメだ、これはやられた。さあ一本でも、一本の姿もね、メカメカしててかっこいいよ、私のこの装備。さて、ほい。さあなんとかここの人は合力で吹っ飛ばせ。ナイス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 、味方と協力プレイできたって。へい、先ねってて KO。 いいね、味方くん強いね。さあドローンガンガン取っていきましょうか。ウサギとカメね、今リードしてるからといって皆様ダメですからね、油断してはいけない。ウサギとカメで僕は学んだ、ウサギとカメで学びました。天地見しましょう味方を守ろう。さあ2人まとめて1本。さあまた中央熱いぞ、中央熱いぞ、中央熱いぞ、これ中央は熱い、熱い。天地無用、あっち味方を守る天地無用。よし、もう天地無用しかしてない俺は完全に。よいしょ、なんか一人巻き込まれてきたぞ今助けて助けて、ほい。ネット当たらん、当たらんか。ネット当たってくれたらいいんだけど。さあドクドクちゃん、でもドクドクなんか位置地味にずれてるな。天地も当てとっきましょう。外してしもうたで天地無用、もう終わりだ俺の時代は。ねえ、誰か来てるよこれ。ねえ、誰も来なかった、大丈夫大丈夫、もう気にせず殴ろう。この後ろおるやろうけど、よし頑張れ。ほい、というわけでフィニッシュ。ウサギとカメね、史実通りにはなりません私がね、しっかりウサギのペースで走り抜けました、大勝利。いや、一本マスター、ドロマスター。まあね、ハンマーのこの装備ちょっとやる気出るよ、かっこいいし。みんなもね、童話のようにならないようにな、もうトークがもう雑すぎるんだよな俺の。はい、というわけで終わりましょうか。ね、いかがでしたか？新しいね、カードで出てきた SSR のね、武器について、戦闘で出してきました。やっぱね、服はね、やっぱすっごいキラキラしてるってからね、やっぱ目立つんだよね、めちゃくちゃ。光沢があるからね。で、やっぱハンマーとかもそうなんだけど、やっぱね、これ持ってる人マジでいねえわ、今。だから、ガチで目立つ、まず。まず目立つ。巻物刀だけまだ持ってないので、巻物刀持ってる人いたらぜひとも、ハンマーのやつだけ、スケートハンマーのやつだけダブったので、このハンマーと巻物刀交換してくれる人がいたら、ぜひともお声掛けくださいませ。よろしくお願いします。ね、ヨーヨーのやつもね、今こっちなんだけど、ね、この白雪姫のやつとか、含めて、めちゃめちゃかっこよいので、ね、ほら、この豚もね、めちゃくちゃかっこいいので、おすすめです。それでは終わりましょう。チャンネル登録などもよろしく。また見てね。アウトバイオー。